意識の戻らぬ娘に夫婦が下した禁断の選択。技術の力で体は健康に保たれてる。でももう死んでるんだ。水穂が死んでるなんてもう誰にも言わせない。まやかしに過ぎなかったんだ。奇跡を信じた最後の決断。人は二度は死なない。人魚の眠る家。